アリス・パイク・バーニーはアメリカ合衆国の画家であるオハイオ州のシンシナティで生まれた父親はウィスキーの醸造で財を成した人物で美術のパトロンでもありシンシナティにオペラハウスを建てた人物である母親はフランス出身であった1866年に家族はニューヨークに移った17歳で探検家のヘンリー・モートン・スタンリーと婚約したとされるが 年齢差が大きいことなどから母親に反対され、婚約を破棄し、1876年に裕福な鉄道列車製造会社のオーナーの息子、アルバート・バーニーと結婚し、その後、二人の娘が生まれた。1882年にアメリカに公園旅行で訪れた詩人のオスカー・ワイルドと出会い、芸術への関心を高めた。二人の娘たちをフランスの進歩的な教育者、 マリー・スーベストリュンがフォンテーヌ・ブローに設立した寄宿学校に入学させた後、近くに住むために1887年にパリに移った。パリで画家のカロリス・デュランやクラウディオ・カステル・チョニエを学び、アメリカ人画家、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーが1898年にパリに設立した美術学校、アカデミー・カルメンの最初の学生になった。ホイッスラーはすぐに、 教えることに飽きて、3年ほどでこの学校は閉校されたが、バーニーはホイスラーの影響を受けた。1899年からパリのビクトリー通りに借りたバーニーの家に芸術家が集まるようになり、ルシアン・レビデュルメールや、ジョン・ホワイト・アレクサンダー、エドモン・フランソワ・アーマンジャンといった画家が常連であり、彼らの影響を受けて、象徴主義のスタイルの作品を描くようになった。 1900年頃、娘のナタリーがフランス語の詩集を出版した時、バーニーは写真絵を描いた。この本の内容が不道徳であるとし、夫のアルバートは、妻と娘をアメリカに連れ戻し、出版された本の在庫を買い取り破棄した。この後、アルバートは飲酒の量が増え1902年に死去した。1900年頃、バハーイー教に改修し、ワシントンの自宅で、 バハーいい今日の会合が行われた。ワシントンなどで個展を開いた。ありがとうございます。